はい、こんにちは、カズボーです。天井の花嫁続きやっていきたいと思います。ですね、まあ、今回ですけど、多分ここかな。まあいろいろ行ける場所行こうかなと思うんですけどね。ここは妖精の村に通じて言われている迷いの森だ。しかし普通の人間じゃここ通ることはできねえみたいだぜ。もっと妖精の姿をできるなら話は別だけどよ。私も小さい頃は妖精の姿を見ることができたんだけどね。そういう話になってないよね。だってね。じゃあどうすればいいんだ。N コーン、身代わりもあり、ゴーンデビル、オーダーヘッド。ここ合ってる？ここで抜け37万、あと5枚。どうすかな。なんかいろいろ魔法みたいなのを覚えんだけどさ、それがどういう効果なのかっていうのね、覚えるのも大変だよね。誰もいない。あ、ここじゃないんだろうな。ラギルボン、かなと思った今。ここじゃないな。もういいもん拾ったね。さてどうすかな。どこだ。ちょっとモンスター預けてくるね。ここのお店って何あるの？あのままなんだよ。理解もしない。10年経ってるけどね。どこだ。じゃあここ行ったでしょ。
これは魔法の絨毯取ったってことは魔法の絨毯でしか行けない場所だよね、絶対ね。ここ違うでしょ。ここも行けなかったでしょ。ここってなんだっけ。あ、バザーか。山奥でしょ。これやっぱ最後の鍵取らなくちゃいけないかな。ここの塔多分違うよね。入れない多分。これあれか。あー、金貨ありそう。妻が出て行って我が家は火が消えてしまったかのようだ。うちも多分そうだよね。手紙がある。38。なんか下にあんな島。え、なんだこれ。うわ、すげえ。なんか売ってる。氷の盾。ミスリルヘルム。ちょっといいもん売ってんね、ここね。おしゃれな鍛冶屋だ。なんだその剣、ダセデザインだな。何の趣味だ。なんだね。これか。ああ。あの塔でも、本家ってどうやって行くんだったっけこれ。なんかありそう。かつてこの塔は天界の城へ続いていたと言われています。しかし城は落ち、今ではこの城を建てられ、登ったところで果たして何が残されている。あ、分かった、ここでいいんだ。あいつ仲間なんだ、天体です。の方にあいつあれがあって、あ、ゴーレム仲間だな。節約しながら行けば、どうだ。あ、まあいいや、まあ8人で行きたいけどね、できれば。38、39か。人で金か。
アイジのせい。これ仲間です。スライムドハマってんかこれ。やっぱゴーレムとかって仲間入りやすいよね。え、どっちだ。あっち行き止まりだ。なんか吹雪とか防ぐさ魔法があったもんね。あ、やったぜ。どうしよう、あの人間二人やねえよな、三時とかさ。なんとこの荒れた塔をここまで登ってくる者がおったとは。かつてはこの塔から天空の城に行けたものだが、今はこの有様、天界の城も今ではエムヘブン南の、湖の底じゃ。そんなところに天界の城が、なんで落っこちちゃったのかな。それはわからぬ。天界の民が今頃どうしているかも。もしとあなたたちがどうしても天界の城へ行きたいというなら、このマグマの杖を持ってきて。そうだね、これだね。これはその杖を使えば湖の洞窟を塞ぐ岩もどかすことができようぞ。ありがとう。では気をつけていくがよい。あれ、おじいさん消えちゃった。天界の城は私たちがきっと見つけます。どうか安らかにお眠りください。やったね。じゃあちょっと仲間さ、まあ人間キャラ育てたいっていうのはあんだけどね。これ7人でしょ。緑子って誰よ。まあ人間4の魔物呼んでいいや。あれ、ここの、またここの横にも神田タコブいたな。確かいなかったっけ。いたような気ですけど。あれ、いね、あれいたような気したけど、3箇所いたんだよな確か。あー、先か。じゃあ今回ここまでにしようかな。まあ、ここでしょうからね。まあトロッコ的なものだよね。多分ね、わかんないけどね。はい、
よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターをなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。